チョゴ、お前レンタカー借りろよ。あるんだよ。いや、正確には金はお前が出せ、技術は俺が提供しよう。まあね。と言いたいところだが、トビ、お前の力がぜひとも必要だ。ではでは、ウンパーで決めよっか。やだ、翔吾くんったら2チームに分けるのよ。ちょっとこよに、ウンパーってトラブルシューターであるこの俺に聞いてくれ。すっきりと解決して差し上げましょう。この辺でそういうのはね、すっきりさっぱりはっきりと単純明快簡潔にケンケンショッショっていうんだよ。すっきりします。
じゃあやってみよう。運転手のしずるさんとトビーは外れで別でやって。せーの。もう一度。
楽しい楽しいドライブだぞ、花火だぞ、恋の花咲く足利島大花火大会だぞ。ああ、夏が呼んでる、波が手招きする、海が私たちを待っている。さあ、明るく楽しくみんなで海を目指して、レッツラドヒーン。景色のままずっと海まで続いてるんじゃないはずだよ。ちょっと行くだけでも植えられている街路樹の種類も変わるし、私はいろいろな景色を場所ごとにちょっとずつしか見たことがないから、海を目指す感じをイメージしてもどうしても景色と景色がつながらないんだ。だから、本当はね、心の中で海へ行こうとしても、いつも途中で進めなくなっちゃう。なんだよ。それは頼み事か。翔吾くん、ぼやぼやしないで早く乗ってよ。ちょっとトビーくんとやらいいかな。何？海に行くのよ。待ってるの？道。これじゃあ鏡川に出ちゃうじゃない。まっすぐ海を目指しなさいよ。せえな、海に行く道はいくらでもあるんだよ。日田さん、どうして。いいから素直に近道行きなさいよ。ちょっと聞いてるの？戻りなさいよ。何か理由でもあるの？あ、翔吾くん、携帯鳴ってるよ。絶対仲直りしてね。
マシだ。はい、ミフ、何？うん、わかった。日田さん、後ろのチームがコンビニ寄ってくれって言ってるの。はいよ。酔うかも。あの運転を見てただろ？ああ、俺って海まで生きて到着できるのか？神よ。さあ、そろそろ行くわよ。みんなそれぞれの車に乗って。わかってるよ。